はい、田中坊、ただいまから潮流体験に向かいたいと思います。ここは宮久保町漁協の野島水郡でおてるかな。はい、潮流体験受付店内どうぞ。あ、中田来た。あ、もう来ます。はい、今から潮流体験に向かいたいと思います。先ほどもう受付の方は済ませました。あちらの方、日本一の海賊がおったと言われるところのようです。こちらの方で受付を済まして、お値段の方は、あ、券出さなあかんすか。1100円でした。 JAF カードを申請して JAF カードで100円引きしてくれました。はい、そしてありがとうございます。こんなよ、この扉を抜けると乗船場があります。中田、はい、早く券出し。ありがとうございます。何をごちゃごちゃ言って。はい、乗ります。それいいですね。今日はこれで渦潮体験します。ちゃう、え、ちゃう、渦潮の中に突っ込んでくれる船やろ。ちゃうでしょ。ちゃうの。ちゃうでしょ。もうなんか怖い。潮流体験面白そうやな。ちょっと楽しみ。はい、楽しみです。ワクワクです。このキーも、はい、なんかあれ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 、なんか切る。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、これを持って入る。いや、持って帰る。あ、持って帰る。はい、これ持って帰る。チケットを持って帰る。はい、はい、これを受ける。わかりました。協定の音楽流れてない。流れてる。もうすぐチケット売り切れのあれや、締め切り時間、うん、5分前。優しいやつ。携帯上落ちる。いや、協定所あるんですか。協定所、協定所、協定所行ったらね、吉見の方できるよ。3くらい買ったわ。あ、そうなんですか。あ、そう、予定があったんですか。作る予定が、よろしくお願いします。いや、そうなんですね。はい、ではこのような船で潮流体験に行ってきたいと思います。片荷になっとるかな。田中も反対がいいかな。片荷ですね。これ結局、あれ、渦に巻き込まれるんじゃないですか。では出発、間もなくすると思います。お、エンジンかかりました。
なぜか子供サイズのあのウエットスーツの航路の難所になってるみたいです。引き潮の時はもう完全にあの岩とかが見えるぐらい引くようです。この辺はでも今は多分ちょうど満ち切っているんかな。干潮じゃなくて満ち潮時やと思います。すごいなんか潮の流れがなんとなくわかる気がします。すごいな。いやーすごいな。今ちょっと潮の流れを見ております。はい、まだ超加速。塩を切り裂くような走りです今。やばい、かっこいい。うわー、なんかさんもあれです、アクションカメラ取り出して出す。めっちゃ速いわこれは。おお、すごい。ただいま西から東の方に向かって潮が流れてると思われます。お、あそこに洞窟がある。すごい。
川のよう。あちらの方にはところどころにすごくほんまにいろんななんか洞窟のようになっております。細い竹は指の矢にする矢だけです。こちらの方海賊の知恵が生かされています。もうすぐに海賊の知恵段になって流れる潮流が見どころです。すごい流れや。川のように今止まってくれています。船は止まっているんですが、もうすごいほんまに流れてる。すごい完全に川みたいや。すごい潮流。おお、うわすごい。おお、船の人のうま船の方の運転がうますぎる。うわすごいすごい。おお、うますごい。あの今日 の、 あの船の運転手の方がこれはプロの運転ですね。絶妙に夜すごい、めっちゃ楽しい。おーすごいな。これはドライビングテクニック、船舶のドライブテクニックをうまいこと駆使してこの流れをうまいこと見せてくれてます。遊んで、あの遊ばしてもらってます。すごいな。はい、このように、はい、出発、また出発しました。うわカッツカツ。うわすごい、ほんまにこの辺がすごく潮の流れがなんかめっちゃ、なんだやろ、川のようになっております。実際流れています、船が流れています。おお、こんなに、うわすごい、あそこを軸にして中さんがあっち見に行った。おおすごい楽しい、すごい、これはすごい技やな、すごい技。なんかさんの動画で見れると思います。すごいな。あ、エンジン停止。ゆら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 流れていっています。船ってこうやってエンジンが停止すると潮の流れに任されて流れていきます。ゆら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 、やばいな。はい、この潮の流れを今度また逆らいながら出発しました。おーすごい、ここはやっぱりこの潮の流れの見どころです。もう一度こちら見に行きたいと思います。うわーマジですごい、マジすごいな。流されていっています。また戻されていっています。うわすごい、潮の流れがこんなにすごいとはほんまにすごい。はい、また進みます。おらおら、進みました。ここの潮の流れがよっぽどすごいってことですね。おお、ついに来た。うわーやー